母を恋はずやは、1934年5月11日公開の日本映画である、松竹キネマ製作、配給。監督は、小津康二郎。モノクロ、スタンダード、サイレント、全球観、原存73分。裕福な家の没落をテーマに、ママ母とママ子の微妙な心理を描いた作品。小津は、異母兄弟という複雑な設定にしてしまったので、 三万になってしまったと述べている。また本作撮影中に、本作同様オズの父が亡くなっている。初回興業は、帝国館。フィルムは現存するが、最初と最後の、第9巻が失われている、不完全バージョンである。2013年に発売された DVD ボックス、オズやスジロー名作セレクション部位に収録されている。金持ちの梶原家は、朝食の時に、 ピクニックの計画を立てたが、二人の息子が小学校に行っている間に父親が倒れて亡くなる。八年後、彼らは郊外の借屋に引っ越しをしていた。大学生になった長男の佐田は、自分が実際には父の最初の妻の子供であり、実母と思っていた母の知恵子がママ母であることを知り、今まで秘密にされていたことに対して母を責める。 千恵子は実子である次男と分け隔てなく育ててきたつもりであり、彼を家族の一員だと思わせるために出生の秘密を知らせなかったと浴びるが、彼は納得しない。父の友人が取りなし、貞夫は思い直して母に謝罪する。ある日、貞夫は茶部屋に入り浸っている学友を連れ戻しに行き、支払いを肩代わりするために母から金を借りるが、次男の工作から、実は、 家計が厳しく、母から節約を強いられたことを聞く。また、母が父親のくたびれた古着を工作に着させようとしていることを知り、母親が工作には打ち解けているのに自分には気を、使い特別扱いにしていると感じ、再び母を責める。母が泣いているのを見た工作は、詳しい事情を知らないまま、母を泣かせた貞田を責め立てる。 サダオはあえて工作に暴言を吐いて家を出る。サダオの本心を知る母は兄の態度に起こる工作に事の次第をすべて打ち明ける。家を出たサダオは茶部屋に滞在している。心配した千恵子が訪ねてくるが、サダオは自分はカズトが生に合っているのだと嘘吹き、母を追い返す。肩を落として帰る、母親の後ろ姿を窓から見送るサダオの部屋に、 ちょうど掃除婦が入ってくる。母と同世代の掃除婦の発した言葉に心を動かされた、サダオは家に戻り親子三人は和解する。三年後、彼らはさらに粗末な家に移るが幸せな気分であった。ありがとうございます。